マイケル・アラン・シュルツは、広島、オリックスなどでプレーしていた元プロ野球選手。2000年に、ドラフト2巡目で、ダイヤモンドバックスに入団。ダイヤモンドバックス参加のマイナーリーグに所属した。入団当初は2001年、2002年と2年連続で、右肩を手術するなど故障に悩まされたが、その後回復。2004年7月16日。 乱直過問が線路0の7回表に1イニング後、脱三振を記録している。先頭打者、デビッド・ゲイツを三振で1アウト。次の打者も三振したものの、冒頭による振り逃げで出塁。その後、ヒット、野戦などで3人が出塁し、続く打者を三振で2アウト。ヒットを挟み、次の打者を三振に打ち取ったものの再び振り逃げで、出塁。ヒットを挟み、 10人目の打者ゲイツからイニング2個目の三振を取り3アウト。マイナーでは過去に少なくとも3回記録されていた。なお試合は4対19で大敗した。2005年には 2A で63試合に当板。2006年には 3A2 ンで48試合に当板。2007年4月20日にメジャー初当板を果たし、1イニングを無失点に抑えた。 メジャー登板は、この1試合のみ。3A では55試合に登板し、4勝5敗4、セーブ、防御率3.92という成績を残した。同年オフ、広島東洋カープと契約。2008年キャンプでの右肩痛で開幕は出遅れたが、シーズン途中の交流戦から一軍昇格。150キロをコンスタントに超える角度のあるストレートを、 武器に、抑えの栄華は勝ツにつなぐセットアッパーとして活躍した。このシーズンは55試合に登板し、18ホールド、防御率3.23を記録した。2009年は、球団記録にわずかに1試合届かなかったものの、22試合連続、無失点を記録。6月5日のソフトバンク戦では1級セーブを記録。 シーズン中盤には少し調子を落としたが、年間を通じて安定感のあるピッチングで、広島の勝利の方程式の一角を担い、最終的にはセリーグ2位となる73試合に登板し、5勝3敗、セリーグ1位の35ホールド、防御率2.28という成績を残した。2010年は当初は抑えに回り活躍したが、腰痛のため5月に、米国へ一時帰国。 その結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断され、6月に手術を受けた。以降のシーズンを棒に振り、1敗7セーブに止まった。2011年は19試合の当番にとどまり、12月2日に自由契約公示された。2012年3月2日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶが、7月に放出された。2013年は、 オリックスバファローズの春季キャンプにテスト生として参加し、チーム内の練習試合に試合に登板して2回、ヒアンダ・レーと高騰した。2月22日に球団からテストに合格したことが発表された。しかしシーズン中の7月29日に戦力外通告を受け、8月5日に同僚のスティーブ・ハモンドと共に自由契約公示された。 2メートルを超す長身からナチュラルに動く。最速156キロの速球に、縦横のスライダー、チェンジアップなどを交えて、脱三振の山を築く。ランナーを背負っての闘争心のある投球に自信があり、自分は中継ぎ向きの選手だと述べている。来日当初はクイックに課題があり、2008年はランナーがいても足を高く上げていたため簡単に、投類を許していたが、 2009年からはモーションこそ大きいもののすり足に近いフォームに改良し、走者を簡単にスタートさせないようになった。ありがとうございます。